小山先輩、はい、最近僕すごいいい曲見つけて、これ知ってます？どれ？このヒップホップのこの人なんですけど、これはジャズ？いや、ヒップホップの人なんですよ。ああ、ジャズだから。でも小山先輩、これとかこの前であの紅白にも出てた J-POP の人、めっちゃいい曲なんですよ。これはジャズ？いや、紅白でその普通に結構みんな僕、おばあちゃんと僕のおばあちゃんだから、